コンスタンティン・ラウシュは、ソビエト連邦トムスク州、コジェフ・ニコボ出身のサッカー選手。ドイツ・ロシアの二重国籍である。FC ・ディナモ・モスクワ所属。ロシア代表。ポジションは DF 及び MF。5歳の時に、ドイツへ移住。ドイツへ移住後、地元のユースチームでサッカーを始める。12歳の時に、ハノーファー96のユースチームへ加入した。2008年に、 ハノーファー96のトップチームへ昇格。同年3月30日の VFB シュトゥットガルト戦で初出場を果たした。2013年7月、ハノーファーとの契約満了に伴い VFB シュトゥットガルトへフリーで移籍した。2015年7月、VFB シュトゥットガルトとの契約を解除し SV ダルムシュタット98へ完全移籍した。 契約期間は2016年6月までの1年間。2016年1、FC ケルンに移籍した。2018年1月、母国の FC ディナもモスクワへ完全移籍した。各ユース年代のドイツ代表に選出されている。A 代表では母国であるロシア代表を選択。2017年10月7日の韓国代表戦で、初キャップ。ありがとうございます。